新庄監督一石三鳥の名案を思いつく。勝負の就任3年目に向けエスコンキャンプを行うことが分かった。例年沖縄国神で行っていた秋季キャンプをエスコンと国神に分けて開催することが判明。エスコン組は主力メンバーが中心になるとみられる。新庄監督は試合後に秋は守備をとことん練習させると明言。打球が失速する長い天然芝に慣れるための短期集中練習で12球団ワーストの87失策を喫した守備のテコ入れを図る構えだ。賢い。当然だよね。客が来るから飲食店も稼げるし一石二鳥だな。まあエスコンでの慣れは回数重ねるしかないわな。まあわざわざ沖縄まで行く必要ないよな。去年までは札幌ドームの何かしらの制約や利用料金とかあったのかもしれんけど、ドームなら別に暖かいとこに移動しなくてもええわな。エスコン以外でもエラーしまくってる気がすんのやけど、自前球場だからこれができるのか。練習見に客も来るし一石三鳥くらいあるな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。